福島原発事故対馬被害者原告団の石井と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。 3.11 福島第一原子力発電所の事故からもう12年になります。対馬のわずか 1.6% の地で根絶性の解除に向けた特定復興再生拠点の整備事業が終盤を迎えています。国道沿いの多くの家屋が解体され更地になり、柳に覆い尽くされた田畑も除染され、山砂で白く見えます。早くに解体された家の敷地はまた荒れ地になりつつあり、私たち地元民でさえここは誰の家だったかと戸惑ったりすることがあります。復興拠点と帰還困難区域を通行する車の安全のためだけに国道沿い、主要道沿いは除染されました。でもそれだけでは全然は戻れません。2011年空間線量が低いということで、役場を中心とする避難所内解除されました。帰還解除されましたけども、わずか昨年末、もともとの地元民が帰還した人は 6.2% です。対馬では今役場支所が対馬にありますけども、その横に建てられた5住宅10戸あります。申し込み書は3名しかおりません。実際こういう状況なんですね。私の自宅は先ほど団長からも話がありましたけれども、明治5年築の150棟になります。60坪総2階で120坪の家になります。イノシシがうちのすぐ横に、すぐ後ろにある側溝を掘り返して土をすっかり埋めてしまったんですね。土で側溝をすっかり埋めてしまったので、大雨が降るために床下浸水。映っているのが玄関の土間なんですけども、ブロックを敷いてありますね。雨が降って水が入ってて歩けないので、庭からブロックを持ってきて敷いて、そのブロックの上を歩いています。今映っている柱は大黒柱の向かいにある恵比寿柱というらしいんですけど、たびたび浸水しても柱の下がこう白くカビになっているのがお分かりでしょうか。もう最近戻ればその濡れてた部分がボロボロになっています。私の家はもうイノシシが座敷の中には入ってないんですけども、小動物が入ってアクベッドの上で動物が寝た跡があります。そしてコウモリが座敷の中を飛んでいます。そういう状況なので、先ほどお話があったように18代目の夫ですが、もううちは解体するしかないと分かってはいるんですね。分かってはいるんですが、先祖代々受け継がれた財産というのは決して自分のものではない。今自分の名義でもそれは後の世代に引き継ぐべきものだ。それを自分の代で断ち切っていいのかととても悩んで、未だに解体の申し込みをしておりません。今の申し込み期限内に申請すれば無料で解体してもらえるんですね。国の費用なんです。ただしその期間を過ぎれば自費で解体しなければなりません。そして何よりもその解体した瓦礫は汚染物質です。それをその個人で解体しろという国の無責任さに呆れます。先ほど三匹石のところで築300年のうちだというのが出ましたけども、本当に進んでこう対馬の自宅を解体したい原告なんかないんですよね。11年12年も経った自宅と周りの状況、そして
何よりもその解体費用とか瓦礫の問題を後の子孫に任せるわけにはいかない。もう本当に苦渋の選択で皆さん解体しています。私事になりますけども、私は父が転勤族でした。私は北海道で生まれて、福岡県、大阪、兵庫、東京、神奈川と移動しておりました。ふるさとを考えることも感じることもなく育ちました。友達ともすぐこう別れることになりますし、移動するものだっていう覚悟はやっぱりありましたね。対馬に嫁いでちょうど40年目に事故だったんですけども、うちの前は大きな今映ってますけど、うちの前が道路を隔てて山なんです。そうするともうその山で四季の移ろいを目前で見ますし、先ほど話にもありましたキノコだ山菜だっていう、こう自然の恵み、自家用の野菜も作っておりましたので、そういう自然の恵み、そしてこう何よりも自分自身が考えることがなかったそのコミュニティ、本当に濃厚な濃密な人間関係に彩られたその対馬の人間関係の中で、本当に私はもう対馬人になったな。結婚した頃はね、いやもう逃げて帰りたいなと思ったことも正直あります、何回かね。でも本当にもう事故の時には、私はもう対馬人だなというふうに思っておりました。避難所に自衛隊の音楽隊が慰問に来まして、で最後にふるさとをみんな歌いましょうってなったんですね。私も一緒に何のためらいもなく歌い始めたんですけど、歌い始めた途端にもう涙が溢れ出して歌えなくなって、その時にやっぱり自分にとっての対馬の存在、これほど自分の中で大きな存在になっていたんだ、そういう思いを自分自身につけられ突きつけられました。私たちはふるさとの証しをとドローンで対馬全港を撮影しましたが、先ほども写真にありましたように森に飲み込まれんばかりの道っていうのは、地元民の私たちでさえどこに道があるかわからない、電車をたどって探すような状態です。そして森に飲み込まれんばかりの住宅の周りに散らかった生活の跡、子供の三輪車ですとか農機具とか散らかってましたけども、これはもう決してそのなかったことにはできない歴史の証拠だと思います。事故の翌日に海側から大勢の人たちが避難してきたってお話男女しましたけども、避難者の中には当然大勢の子どもたちもいました。そして地元の子どもたちも避難所の中には子どもたちは誰もいませんよね。子どもたちが大勢外で遊んでいました。そして対馬診療所には診察待ちの行列が200メーター続いて、皆さん外に立って待っていました。こういう状況を台北を来た人たちが何人も対馬に入って分かってはいたんですね。だから国や自治体なんかは当然分かってたはずなんですけども、何の通知もないまま私たちは放置されました。診療所の医師は外科の医師なのでレントゲン撮影します。でガラスバッジをいつも身につけているんですけども、毎月末にそれを厚生に出すんですね。でいつもそのゼロ表示なんですが、事故のあった後12、13、14、15の4日間でコンクリート建ての診療所の中で800マイクロシーベルトを被曝しておりました。タバコを吸うのにちょっとこう何回か外に出たかなっていうのも話がありましたけども、4日間で800マイクロシーベルト、
それを私たちは放置されて国に見捨てられたと知ったときに思いました。11年も経った対馬がどんな状況があるのかということを私たちは知りたくて、そしてまたそれを裁判の証拠としても使うために、専門家の独協大学の先生の指導のもとに対馬全体を2キロメッシュで区切って、できるだけその中心点に近い地点の線量を測りました。3週間設置したままにして、それを回収して、そして大学の先生に分析を依頼しました。そしてまたその木村先生が対馬全体1個ずつ家をぐるーっと家の周りを回って、それも測定しております。まだ15件ほど残ってますので、結果はまだそれが終わってから結果報告ということになります。なぜ事前の備えで防がなければならない原子力事故を私たちは防げなかったのか、なぜ事故の拡大を最小限に食い止められなかったのか、今回の事故の原因を明らかにするため、津波や過酷事故に対する事前の備えを厳しく振り返った結果、まだできることがあったと深く反省しています。厳しい目で振り返ってみると、津波に対して有効な対策を検討する機会はありました。これは東電の廃炉資料館で反省と教訓という映像とともに当初館内に流れていた音声です。原発の稼働には国の思惑、稼働者である企業の思惑、一旦停止すれば数億円単位の損失が出ることを知る原発担当者の思惑、その上人為的にいつまでか絡むのです。6月17日対策を指示しても津波被害は防げなかったから国に責任はないとの最高裁判決が、成前、愛媛、千葉、群馬の4訴訟に対して言い渡されました。7月13日には東電株主代表訴訟で旧経営陣5人のうち4人に対して13兆円以上もの損害賠償支払い命令が出されました。原発事業経営者としての安全意識、責任感が根本的に欠如していると厳しく糾弾され、個人の支払いは不可能な額に値すると断罪したのです。そしてこの判決は全ての原発稼働者に対する警告でもあると私は思います。供給電源逼迫と大々的に警告し、原発回帰を画策する日本政府、原発で事故が起きれば一時避難では済まないのです。10年以上も帰れない私たちが日本ですから、地域もコミュニティもバラバラにされ、原発難民と呼ばれる人です。そして不安を抱えたまま将来を生きる世代を二度と出さないため、ふるさとを取り戻す私たちの戦いを信じていただけませんか。高裁への公正判決書面用紙にぜひご協力をお願いいたします。本日はありがとうございました。